その時は日本最高だな、絶対住みたい。まあ本当に漫才で日本語を書くな。Right now, so I'm writing my 卒業論文 on 漫才。There's no way you can do that, so just speak. 人生で今何回も銃で強盗されてるんですよ。乃木英語はどうですか？乃木英語は。Hello there! 始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、東進ハイスクールの先生でありながら、お笑い芸人をやってるんですね。ニック、はい、Hey everyone! はじめまして、ニックです。はい、今をときめくサンミュージックのですね、お笑い芸人ですよね。すごい人気のね、パンダパークでおなじみの。いや、知らないわ。パンダパーク。それサンミュージックの人？パンダパーク。嘘、会ったことないわ。まあ、ぺこぱでしょうね。あ、ぺこぱだね、今年はね。だったなぁ。でも、ぺこぱより先輩。いや、後輩、全然後輩。はいはい。でも、仲いいですよ。あ、はい。はい、ね、ダンディ坂野とか、杉ちゃん、杉下男爵、小島よしお、必発屋ばっかりでおなじみだったんで、ね、あと僕が一番尊敬してるあの堺のリピーって、あ、はい、カニン竹山さんとか、カズレーザーさん、いろんな人がいますね。松本ハウスやいる。Do you know? You know them? ガーガーやでーすって言ってたのかな。知らない。知らない。あ、飛び石連休とか。ああ、してる。あ、だだ。藤井さん、爆笑オンエアバトルとか。いや、昔出てた。あ、出てた。そうだ、オンエアバトルが一番好きだ。そう、僕、オンエアバトルプラス。プラスか。難しい。そうそう、僕たちが学生の時に NHK の新人演芸大賞っていう。バトル、そうそう、で僕たちは決勝まで行って1年ぐらいいい感じになって、その時からもうずっと何たって、まあ一番いじられるポイントは子孫っていうところ、まあまあ、絶対一番いじられる、はい、そうですね、絶対振られる。I'm so tired of そうそうそう、バッハですね。僕のママの名字はバッハですね。はい、ヨハン・セバスティアン。Yeah, yeah. There's no proof though. It's just been, been told in the family forever because in her family's back. Yeah, yeah. あと身長ね、アメリカ人なのに160。ああ、なるほど。そうそう。You're taller than me, right? そう。安越先生とね、飲みに行くときも、いつもさ、みんなにさ、バカって言うよね。言うね。いつも言う。いや、めっちゃ恥ずかしいよ。But lately I've been working with 安越先生。I do a TV show called 乃木英語。今、上智の大学院行ってるんで、安越先生が英語教えればいいじゃんっつって。So I'm trying to learn how to teach English. どこで安越さんに会った？え、乃木英語。あ、乃木、あ、乃木英語で。いや、それが最初。いやいやいや。I do some other 教育番組。うん。いや、じゃあどうやってね、日本に来てっていうのをちょっと聞いていきたいと思いますね。Of course。いつ日本に来たんですか？最初に来たのは高校生の時。おお。But it was just for a week。あ、そうだ、サンフランシスコ。サンフランシスコ、いやいや。Actually Oakland, but it's very close to San Francisco。あのライオンとかあるところ。いや、そうそう、ライオン。サンフランシスコの近くの危険地帯。そうですね、そう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 。オークランドめっちゃ危ないですよ。人生で今何回も銃で強盗されてる。ええ、そうなの？一回60歳のおばあさんショットガンで強盗されたことがあって。そう。マジマジマジ、そう、本当ね、僕もオークランドでインターンシップしてたことがあって、危険地帯だった。いや、めっちゃ危ない、本当に。Yeah, so I was always interested in Japan, even when I was like a little kid. 黒沢明の映画とかアニメが好きで、高校の数学の先生が日本人だったんで、一緒に日本に行ったんですよ、授業で。その時から、日本最高だな、絶対住みたい。どこに行ったんですか？ We went to 東京、大阪、あと、大分。大分？大分、多分あのもう一人の先生は大分の学校で教えてたんで。なるほど。で大学生の時、大体3年生留学するじゃん。で、上智で留学して。大学はアメリカの？アメリカ、サンフランシスコ・ユニバーシティ。サンフランシスコ・ユニバーシティ。Yeah, it was a really good school. If you're a student and you want to study abroad, San Francisco University is really good. UCSF はちょっと違うけどね。Yeah, UCSF is for like, yeah, medical. Yeah. And when I graduated, I came back here because I couldn't really speak Japanese, studied Japanese, and I just took 日本語能力試験2級。アメリカでは勉強しなかった。まあ勉強したは勉強したけど喋れない。And then I went to 専門学校、東邦アナウンス学院。ああ、アナウンス学院。はい。なぜ？本当はお笑いやろうと思ってなかったんですけど、やってみたら楽しくて。And then we started getting、多分まだ学生の時にオンバトにオンエアできたから。And then we joined Sun Music and I've been working at Sun Music. Oh, Sun Music オーディションとか。わ、なかったね。来て来て。いやいや、来て来て。Yeah, and now I'm going to graduate school
ソフィア。大学院にはどうして行こうと思って。大学院はとりあえずマスターズを取って、本当はもともと PhD を狙ってたけど、But it will take too much time for my other jobs. Right now, so I'm writing my 卒業論文 on 漫才. Ah. And it's kind of master's thesis. Because have you ever heard of incongruity resolution theory? 何何何 Incongruity resolution theory is like there's like 振りがある premise があってボケがそのプレミスを裏切るで笑いを取る。That's basically incongruity resolution theory. So there's been many manzai recently who aren't using the traditional incongruity resolution theory. ぺこぱ、そう。Or like there's a group called 衝撃戦隊 where they do the they do the ツッコミ first and then match the ボケ to the ツッコミ. So it's like 昔のおぎやはぎとかもそう。ああ、そう見ないとね。I should look at them. 当てはまらないの、まあヒゲ男爵もある意味そうか。だからまあそういう人が多い。サンミュージック。多いね。そのキャラが濃い人が多いですね。でもぺこぱのツッコミをしないやつが結構面白いと思いますね。ペコパで論文。I want to interview them maybe. And then so I'm writing about なんか英語で漫才について読むと多分間違ってるとこ多いから I want to write a correct version of 平成 era 漫才、平成 era 令和 era 漫才。Yeah. Nobody's really writing it, and it's really hard to find people that 確かに。Nobody studies it. You know. そう。やってないね。セオリーでは。Yeah. It's interesting. I don't know if I could do a PhD. 笑い飯とか。So. I'm actually writing about them because they do two ボケ. So there's no resolution. It's all わかる。It's always. Yeah. まあ残念ながらこういう論文書くとさ、漫才全然面白くなくなる。わかる。なるほどね。It just becomes like theory, so it's like really boring, you know. それでちょっとお笑い。お笑いをもう客観的に見せる。Yeah, 客観的に見るから。But recently I'm not doing too much お笑い stuff.、Mm-hmm. I'm doing a lot of 投信。Speaking and listening a lot. Anyway, it's interesting and teaching at 投信 has been really good experience too. 乃木英語はどうですか？乃木英語はすごい楽しい。It's great to work with 安子先生 and also 鈴木拓さん。Really nice 先輩。ドランクドラゴンね。ドランクドラゴン。人力車。僕アイクくらい仕事がないんです。 But I got lucky with this. だからでも海外でめっちゃ再生されてるって。あ、そう乃木英語 is I think illegally downloaded. 違法ダウンロードが半端ないらしい。海外の乃木英語ファンクラブとかからよく連絡来てインタビューしていいとかそういうのよくありますね。はい、アイドルがすごい人気今海外。はい、日本語めちゃめちゃうまくて、それ何が大きかったですか？漫才をやるとめっちゃいいと思います。I want to make a program like what I did with Japanese. You know, first I can't write a neta. My 相方 wrote the neta, but you read it, so you're learning how to read kanji and hiragana, and you practice it every day. 始めたばっかりの時は3分のネタを1ヶ月かかったんですよ、覚えるまで。Now I can read it in 20分で覚えるんですけど、speaking, reading, listening, you learn how to do all of it just from learning manzai. So I think somebody should make a manzai course for Japanese learners. You have to learn. まあ。大変じゃない。めっちゃ日本の文化の勉強なんじゃ。Because all the jokes are about Japan. まあ本当に漫才で日本語上手くなったと。逆に使えるかな、英語学ぶときにスタンドアップカメリは。どうだろう。でも漫才は2人がいるからね。会話。I mean, what do you think is...The weakest point for Japanese learners in English? They're too shy. Too shy. And they are too afraid to make mistakes. Yeah. 僕今でも全然間違ったりするから。そこがね、治ればね、別に間違ってもいいっていう atmosphere がこうできればね。Yeah. A lot of people think like we have to be perfect when we speak English. Yeah. 無理でしょ。無理。誰でもできない。Yeah. There's no way you can do that. So just speak. Yeah. これからどうなっていくとか聞いてます。まあこれからもっと教育に力を入れようと思って。Right now I'm doing mostly listening and speaking is where I can help the most. 英語の文法とかは多分日本人の方が分かってるから。So I would leave that mostly to the Japanese teachers, but trying to make a fun class that ちょっとお笑いも入れて、やっぱ英語好きじゃないとさ絶対上手くなんないじゃん。 Yeah, like you're interested in languages and that's why you could speak so many languages. That's right. So, but もっとなんかみんなが興味を持つ。 Yeah, I think it's really important. Because when you speak English, your entire world changes because you have so many more chances. Like you can go almost anywhere in the world and speak with anybody. ツアーとかもね、そこに行って
要約できるから。And you kind of almost create a new person within yourself too when you speak English, because、mm-hmm. you、yep. don't act like a Japanese person when you speak with English people.、Right. And I don't. When I speak English. Yeah, yeah, you go like this. So I think it's important to make people want to learn, because I mean, you can do it, so why can't you know other people do it as well?お笑いでも難しかったですか最初お笑い難しい本当に売れてないと落ち込む誰でもこの10年何やってんだよって思っちゃうんだけど I learned so many skills from doing お笑い like I never would have been able to get a job at Toshin、ね、if I didn't know how to do the speaking、うん、in Japanese and the skills you learn just to make people laugh that's such an important part of communication、うん、I'm teaching listening、うん、and it, since everything's native to me I have to go back for Japanese people they can't、うんdifferentiate a lot of the sounds so it's kind of a learning experience for me to re-examine English、yeah. 高校生たちとか教えながら笑わせる方が僕にとってその満足感があるので、お笑いのライブとかはさ3分しか寝てできないけどさ、はい、そうそうそう授業は1時間できるからそうね確かに、yeah. 確かに長くできるから、yeah. その短いのって大変だっていうのはこの間そうそう電車乗っててサンシャイン池崎とあの渡りこの間 R1 出てた2人が時間についてめちゃくちゃ語って、はい、3分30まではいけるんじゃないかとかそしたら暗幕が来ちゃうみたいな、yeah. そういう、yeah, yeah, yeah, yeah. そう時間がない漫才は昔多分20分とかぐらいあったんですよ今でも浅草とか行くとさそういう昔の漫才はすごい長いんだけど、うん、これ日本だけじゃなくてどこでも集中力がすごい短くなったんですよ、うんそうね、だから YouTube みたいなそう、ね、プラットフォームがちょうどいいアテンションスパン Yeah, attention spans got very short Teaching is a form of performance I mean, if I can make people laugh and they learn something and they might be able to speak English then I want to do that too YouTube だったらさつまんなかったら止められちゃうだから楽しくないやつだと無理ですよね、うんYeah, yeah. じゃあ今後の都度に期待してやります。Call me on again. いつでも。はい。はい。お願いします。お願いします。Thank you for watching. Bye bye.